古墳時代後期の装飾不大刀。最上段は、系統大刀。中段二ぶりは、下物地立ち。最下段は、草流関東大刀。装飾不大刀は、日本の古墳時代に制作された、自家刀のうち、同時代後半に流星した、金、銀、または、混同性の外装を備えたものの総称。飾り大刀とも呼ばれ、儀仗用の立ちと考えられている。 装飾不代等という用語は日本考古学の古墳時代研究の分野で主に使用される。欧圏の装飾は柄や鞘などの基本的な部材のほか、唾や攻め金具などの代償部品、それらに付加された文様などの衣装まで含むため、本校で扱う古墳時代後期の自家等以外、例えば同時代前期から中期の木製、数の清掃具を付けた自家等についても、 装飾符と EL が、現代の古墳時代研究では、荘厳な金属装飾を持つ太ちの出現が、同時代後期を特徴づけるものであることを重視し、中期以前の有機質装具と区別して、外装に、金、銀、金銅等、装飾的な金属を用いた太ちに対して、装飾符大刀の子を用いている。また、飾り大刀の語を使う場合、 平安時代以降出現する太ちの儀上刀についても、飾りたちと呼ばれるが、それらについては立ち、奈良時代以前の上古刀については、大刀の字を当てることによって区別される。日本における自家刀の出現は、弥生時代の後期中央に遡り、墳丘墓などの遺跡から西日本を中心に出土している。茎の尻に鉄製の管が付く、素官刀大刀のほか、 缶のつかないものも出土しているが、多くは中国大陸からの白菜品と考えられている。古墳時代に入ると、自家刀は国内での生産が可能となり、全国的に普及し、各地の古墳やその他の遺跡から出土するようになるが、同時代前期から中期の刀剣装具は木製装具か木製部材と数の製部材を組み合わせた数の製刀剣装具など、 有機質素材のものが多く、金属の部品を用いる例はほとんど存在しなかった。なお、同時代中期の刀装具形態は、日本列島で独自に発生した塚頭が逆三角形を呈する、設計塚頭台刀や、本来剣の装具である、数の正刀剣装具を備えたものを主流とするが、下物地や、円刀など、後の装飾不大刀に引き継がれる形態の、 木製装具もすでに出現し始めていたことが奈良県天理市古遺跡の調査などにより確認されている。その他に大陸からもたらされた祖関東大東などの関東大東の一群も継続して存在した。古墳時代後期に入り、帯金具やバグの装飾技術である金アマルガム法が立ちの装具にも取り入れられた。これに伴い柄や鞘などの木製部材の上に 金をと金した銅板を巻きつける金銅層や金層、銀層などの金属装飾を施した光輝くたちが数多く出現した。関東大塔においても、缶の内側に竜や鳳凰をデザインした単王鳥、単竜関東大塔、双方、双竜関東大塔などのバリエーションが加わった。またこれに伴い同時代中期まで流星していた数の星の装具は、 急速に消滅していった。これらの装飾不大刀は、地域の有力な支配者層の身分や地位を表す、微信材として所有され、各地の古墳に服装された。柄の先端である塚頭に、円管が取り付けられたもの。中国大陸にその系譜を持つ。古墳時代中期からの系統を引き継ぐもの。波刀が金属製でやや大型の、袋状構造を持つもの。 歌物伎地や円筒の塚頭は古墳時代中期の木製装具にすでにその初現的な形態が現れているため和風大塔に位置づけることも可能だが製作技術や様式に大陸系大塔の技術が多く加わりデザインにもそれらの節中型のものが見られるため分類上の定義づきについては意見が分かれているこれら各種の装飾不大塔は古墳時代後期から 終末期にあたる6世紀から7世紀代に流星するが、律令制の導入など、国家の体制が大きく変容する7世紀後半には、急激にそのバリエーションを失い、光り輝く金、銀、金道層部位も減少し、片頭立ちのみにその形態が絞られていく。片頭立ちの形態は、奈良時代以降の大東外層としても存続し、正燥印書像の黒作大東や、 金銀伝送、東大東へとその系統が受け継がれていくこととなる。ありがとうございます。